カープカープカープ広島広島カープ空を泳げと天もまた胸を開く今日のこの時を確かに戦い遥かに高く遥かに高く栄光の旗を立てよカープカープカープ広島広島カープ勝ちに行くのが選ばれた者の定め伊藤一だが勝負のすべて闘志を尽くし闘志を尽くし今ここで花と叫よカープカープカープ広島広島カープ鍛え抜かれた精鋭の技と力その息愛して見守る我らの明日へ続く明日へ続く霧のない夢であれよカープカープカープ広島広島カープ晴れの暁馬酒を酌み交わそう栄冠手にするその日は近いぞ優勝をかけて優勝をかけてたくましく強く踊れカープカープカープ広島広島カープSo much stress. Now a variety program. Sunday night. Yeah, thank you. Hiroshima Cup, 優勝おめでとうございます。どうもありがとうなみんな。お前ら二人とも気持ちよく歌ってましたけども。やががそれ受けカープ4番まで歌わせてくれる番組はないからね。4番まであったんですね。ありがとうありがとう。本当にこんな嬉しいことはないね。自分のラジオやっててよかったと思います。なるほどね。気持ちよさそうに歌ってましたけれども。本当に嬉しいね。カープ男子のお二人もね、今年からカープ男子ということで。嬉しいね。25年ぶりだったよ。まあでもまあそうですね。待ちに待ったですからね。四半世紀ですよ。嬉しい。高校2年生の時でしたかね、最後の優勝がね。嬉しいね。いやー嬉しい。あと25年経ったらもう俺だって77だぞ。もう生きてないぞ多分。いや生きてないか生きてるとは分かんないですけど。あいや嬉しい。相当待ちに待った優勝という感じ。あっていうことはもうだってどんだけ長かったったらもうあと25年経ったら俺75だぜ。そうですよ。あじゃあ67か。67、うんうんうん、だからそれぐらい待ったんですよ。うん、いやーこれ嬉しいね。いや歌い終わった後のあの息がすごい、その幸せそうな息が出てましたね。サライじゃこんなに緊張してるんだろうね。だから思いがやっぱこもってんのが番組始まる5秒前に緊張すんなって言ってましたね。緊張したね。おっしゃってましたよ。いやもう歌詞用意してもらったんだけどね、一応もう唾だらけですよ。あの結構頭冒頭しか聞いたことないっていう人多いと思うんですけど、はいはい、僕もそうなんですけど、うん、めちゃくちゃいい歌詞ですね。めちゃめちゃいいんですよ。カープですから。空を泳げと天もまた胸を開く、うん、今日のこの時を確かに戦い遥かに高く遥かに高く栄光の旗を立てよ勝ちに行くのが選ばれた者の定め一投一打が勝負のすべて闘志を尽くし闘志を尽くし、うん、今ここで
花と酒を。説明はいいんですけどね、調べます我々で。俺だって有吉さんの歌でも体の奥から力がみなぎってくるようなね。そうでしょ、メロディーラインもすごくいいですよね。やっぱこう元気になるね、うん、こう勇気もらえる。嬉しいね。今日はちょっとキングオブコント決勝の話とかいっぱいしたいんですけど、こっちのカップの話だけでも1本でもいけますけどね。そうですよね、3本経っちゃってますからね。本当キングオブコント優勝者と25年ぶりセリーグ覇者、どっちが価値があるかって言ったらね、ちょっと重みがね、重みが違います、ね、違います よ, い, ますよ、ね、いやじゃあちょっと今日もね、じゃあ行きましょうか、はい、有吉弘行のサンデーナイトカップ25年ぶりにお会いしましたね今日最後までしてくださいStay Night Dreamer LiveOn air. Stay night. Dreamer live. On air. Sunday night. Dreamer.さあ、東京半蔵も JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトカップ今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子とトップレーダーの新妻でございます。はい、生放送メッセージ募集いたします。広島カップ25年ぶりにリーグ優勝ということで、テーマこちら、広島と私。いや結構絞られますねすごい、もう完全に広島か、ついついちょっと広島と私なんていうの、ちょっとやっぱ戦争関係のね、ぐっと重いようなテーマかなと、やっぱ広島県民からしたらそうなんですよ、いつもね。だけど今日はやっぱカープ優勝ですから、ちょっと楽しい話題があればいいなとは思っております。広島県についてね、あなたの思い出エピソード教えてください。親戚住んでます、修学旅行行きました、広島県のこんなうんちくあります、広島に関することならどんなことでも OK でございますけれども、さあどうですか。まあ平子なんかは偶然奇遇というかな、はい、あの福島だからな、島つながり、島つながり、嬉しいよね、そんなとこつながります。場所も結構離れてますしね、福島で僕あのロケで4回ぐらい行ってますけど、うん、4回中3回巨大キノコの特集でしたよ広島あれよくあるんですよ、巨大キノコ、マンダ酵素っていうね会社があってね、ああ、まあ、健康飲料、健康 の, あの、はい、食べ物ですけど、あマンダ酵素を白菜に与えると白菜がもうお化け白菜に、すごい栄養満点の、すごいんです、マンダ酵素、巨大キノコね、ありますね。はい、新沢は僕なん、僕週本当僕修学旅行ぐらいですね。行きましたか。行きました。なありがとう、優しいな今日顔、いや、今日はもう全部御社だ、御社。日差しが暑くていい空が広かったですね、広島。空が広いだろうな、そういいとこなんだよ本当に。水の都でね、これね、意外と水が美味しくて、お酒も美味しいんだよ、水が美味しいってことはね、なんでな、お酒が美味しいですよ本当、食べ物美味しいしね、食べ物美味しいですね。瀬戸内海の穏やかな海だからね、その小魚が多いんですよ。小魚が多いからね、小魚ってあんまり輸送しないからね、地元で、ね、あの地産地消ですけど、やっぱ美味しい小魚があるしね、やっぱりあの穏やかな土地だから、うん、その昆布だね、うん、昆布だ、わかめだ、もう成長がいいから、その牡蠣とかね、貝類の食べ物も美味しいです、アナゴも美味しいしね。アナゴといえば駅弁のね、あの駅弁コンクール、アナゴ弁当日本一を何回も広島の、そうなんです、ね、これぜひあの宮島の方に行ったらね、ちょっと売ってますから、ぜひ食べてほしいなと思いますね。いやでもお好み焼きもなんか最近はいろんなあのムーブメントがあって、うん、面白い広島風のお好み焼きいっぱいあり、まあ、広島風って言っちゃうと広島の人怒っちゃうんだけどな、あ、まあお好み焼きいいですねお好み焼きも今新しいムーブメントでいろんな種類のあのお好み焼きあるから、ぜひあのお好み村とかね、いっぱいあります。駅前にもビルがあってね、お好み焼きの屋台みたいなのがありますから、ぜひ行っていただくと嬉しいなと思ってます。はい、情報番組みたいなご機嫌ですはい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。 www.jfn.jp/dreamer www.jfn.jp/dreamer、 スマホタブレット用の無料アプリ JFN パークをダウンロードして、サンデーナイトドリーマーのサイトからもメッセージを送ったり、情報番組を確認でき、あ、番組情報を確認できます。パソコンでも見られます。 JFN パークで検索してくださいいやいいです、あ、ちょうど終わったね。僕特にそこ計算してないですさすがお前カップダンス、違うんですよ、なんで照れるんだお前カップダンスって言われたら、いやいや特にごめんなさい、リアカだと思われるの怖いのか、いや大丈夫だぞ、そんなことないですよ俺だってリアカみたいなもんだから
そんなことないですよ、4番まで歌えないですよ。ただ25年応援してただけだからかっけえな、今のかっけえなさあということで皆さん、あのいろいろメール送ってください。面白いメールにはあのいろいろとあの若月千夏さんからいただいておりますグッズいろいろ差し上げますのでね、はい、お願いいたします。ということでカープ1回一段落しましょうかね。はいはいはい、まあ、あの心の中でメラメラと優勝の思いはね思えてますけどそれはちょっと忘れて他の話題もしましょうかね、はい、なるほど、ここにこですね、うん、さあということでキングオブコント決勝が発表されまして、うん、はい、地質ね、はい、全10組、うん、はい、しずる、七曲がり、ジャングルポケット、うん、ダーリン、うん、ジグザグジギ、ラブレターズ、タイムマシン3号、うん、かまいたち、カモメンタル、そしてライス。ライスそんな貯める原因じゃないんじゃないですか。そんなに発音よく待ちに待ったじゃないですよ別に。ライスはライス知ってる？いや知ってますけど、そうどこの吉本なんだ。ずっとコントをね、はい、やってきたコンビですけど、そんな貯めるようなあれじゃない。キングオブコント決勝は10月2日、はいはい、ね、しずる、七曲がり、ジャングルポケット、ダーリンズ、ジグザグジギー、ラブレターズ、タイムマシン、カモメンタル、カモイタッチ、そして、うん、ライス。いや違いますもうライスに意識行き過ぎてカモイタッチって言ったじゃないですか情報番組失格ださあということでタイムマシン3号が、まあ、うちのね太田プロからは決勝進出ということで、うん、まあ前評判まあ高いっちゃ高かったですからね、安定してますしね、うん、まあ、あとちょっと電話してみましょうかね、これつなげるようであればね。そうなんですね、聞けるんですね。そして残念ながら、まあ、平子はね、はい、まあ、そもそも2回戦で、そうですね、今回は残念だったんですけども、はいはいはい、さあトップリード、はい、いやー、なんか噂によると、うん、はい、結構受けたらしくて、うんうん、そうですね、3分半ぐらいで、うん、まあ、4分なんですけど、うん、ネタ、あ、これいったなと思うような拍手笑いが、うん、続きまして、うん、これは皆様にいいし、あの報告できるなと思って楽屋に戻ったら、みんなから、うん、おめでとうございますと、あるね、そういう時あるんだよな、はい、言われて、あ、いや、これは本当にあるんだな、すごい、ツイッターとか見ててなんかいっぱいなんか、うん、そうなんです、トップリードの評判が入ってきてさ、うん、トレンド入りしたんですよ、結果発表前に僕らの前が。あ、そうなの。でマネージャーも、うん、そのマネージャー同士で呼ばれて、うん、うちの中原というマネージャーが、うんうんうん、他の事務所の人にちょっとトップリードあるから、うんうん、いた方がいいよというふうに呼ばれて、なるほど。ほんで結果蓋を開けてみたら、確かにこの10組の中には名前がないんですよ、残念ながらね、呼ばれなかった。だって10組はしずる、七曲がり、ジャングルポケット、ダーリン、ジグザグジギー、ラブレターズ、タイムマシン3号、カモメンタル、かまいたち、そしてライス。いや、そんなに貯めるあれじゃないんですよ、言いたいだけでしょ。頑張って面白いですよ、ライスすごく面白いですけど、そんなあの貯めるようなライスも失礼だし、繋がりないでしょライスと。あったことない。そうでしょ響きで言う、響きで決めないでくださいよキラ、これどうなんだ、何で落ちたんだ。じゃあでもほら過去に決勝残ってね、2回残って、うんうん、だから2回ね、やっぱやらかしてるっていうか、うん、まあ、前科2犯みたいなところはありますんで、まあ、ね、うん、いや、あの結果発表の時に、うん、7組目まで待って7組目がタイムマシーン3号が呼ばれたんですよ、うんうんうん、その時に僕あの有吉さんの言葉をふと思い出して、うん、2年連続再開取った時に、うん、お前らは一生決勝に行けない、うんうんうん、俺が審査員っていうか、うん、そのTBS のやつだったら、うん、絶対にお前らを選ばないって声が、うん、頭が響いたんですよ。響いたあ、今年ないかもしれないってその時に思って、うん、やっぱり呼ばれずに、うん、いや、まあ確か俺が審査員だったら、まあ、今までのスタイルはあんまり崩してないわけじゃない、その、うん、まあ、ずっとこう、はい、今までやってきたものの積み重ねなわけ、はい、その間は絶対トップリーダー俺通過させない急にやっぱりほら下ネタのね、下ネタグループに急にこう方向変えちゃったとか、そうなったらまたちょっと選ぶかもしれないけど、今のまんまじゃ俺はね絶対に選ばない。俺相当ひどいことしたんだな、あの2年間と思って。まあちょっとあの2年間はひどかったからな、はい、まだダメですか、まだ罪は。まあダメだ、まあ今回まあ相当受けたっていうことで、まあ片足のあの鉄球が取れたぐらいまだ片足の鉄球。何がついてるんですか、僕らの体には。片足の鉄球取れてあと何がついてるんだ。ホルだからな、そんなもんは。まあでもそれは、まあでもそんなら毎年いるからね、すごい受けたけど残念ながらというコンビもいっぱいいますから、まあ、ね、まあ、今回でまあその受けたのは良かったけど、うん、まあ残念ながら決勝は行かなかったということで、うん、はい、まあ俺らがせっかく応援してたのに、まあそういう恥ずかしい結果を出したということで、うん、ケンタッキーの差し入れね、リスマ君からいただきました、はい、四谷まで歩いて買いに行きました、はい、小雨の中、うん、何同情買おうとしてるんですか。お前が悪いんだろう。
いや悪いのかな。いや悪いんだよそれは、うん、すごい受けたし期待してたからね俺はそれも。そう、うん、ケンタッキーは美味しいけど、うん、今日は食べたくなかったな。そうだな、うん、今日はちょっといつものケンタッキーより味がちょっと濃かったな。ねしょっぱめだったな涙の味がみんなで俺久しぶりにコーラ飲んだな。コーラ飲みながらケンタッキーだコーラだって。もっと皆さんガツガツ食べてもらえません？結構残ってますけど。いやせっかく買ってきたのに。いやお前がなせっかくそんなに稼ぎもないだろうにケンタッキーいっぱい買わしちゃったからさ、一箱持って帰らせてやろうかな。いやいや持って帰るの俺俺奥さんから金借りて買ってきたんですよ3000円奥さん俺らからの気持ちだよ奥さんに。いやいや俺が買って食べてってよ。じゃあ CM みたいな話ですよ。だって俺らがもらって言って買わせてきて、うん、実は奥さんにっていうのは。そうよお祝い返しみたいなもん、ね、半分返しますちょっと素敵だけどそれは素敵だけど。いやまあ残念ながらということでしたね。どうですかこの10組の中平子ちゃん。そうですね先週、うん、あの新妻が名前出した、うん、ダーリンズ、はいはいはいね、ソニーの、うん、入ってますね。これ入りましたね。ラブレターズもね。でもあの結構ね、うん、タイムマシンは漫才もやりますけど結構生粋のコント師が今年は。なるほど。スラットでカモメンタルが ね元の優勝者ですからね。はいはい、そうだね。またさらに決勝残って、うん、どうだズバリ優勝当ててもらおう。平子はお前あれだぞ次これ外したらちょっとケンタッキーごっそり。うわー半蔵門にないのよケンタッキー。そうだよ四ツ谷まで行かなくてもめんくせーなー。歩く30分めんどくせーな。めんどくせーね。ズバリねズバリね。じゃあガチでかまえてラブレターズでいきます。ラブレターズ、ラブレターズ。あそうあそうですか。ちびっこ2人のラブレターズ。なるほど。もう上上がろうと今一番必死な一番ハングリーなんじゃないですかね。そうですかで、はい、いいでしょう。はい、はい、まだちょっと気持ち整理つかないでしょうけども新妻は七曲がり。あそう俺知らないんだ。あのコロコロチキチキペッパーズみたいな感じで、うんうんうん、あそうこう皆さんがびっくりして点数入れるんじゃないかなっていう。ああなるほど新鮮味がある、はい、新しい で MC の阿部浩二さんも、うん、あの MC の立場なのに、うん、面白かったって言っちゃうぐらい。なるほどなるほど盛り上がったんで、うん、じゃないかな。これは敗者復活ないんだっけ。ありません。ないです。ないのか。じゃあこれで全てか。俺も七曲がりにしようかな。おいえいいよでもそれでもいや僕ねかまいたちもねいいんですよね。面白いんですよね。かまいたちもいいネタをやっていました。まあこれだけいると、はい、まあ全員面白いんだろうけどな、うん、確かにな。ラブレターズラブレターズいいんだな。じゃあ俺もいいですか。はいいやもう分かっちゃってるけどえいやもう誰も言うのか分かっちゃった僕の優勝予想、はい、ズバリ、うん、ライスステイナイトドリーマーライブオンエアさあ今夜のメールテーマは広島カープ25年ぶりのリーグ優勝ということで広島と私でございます。喉開いてますねそうです声でかいですよね。昨日泣き晴らしましたねさすがに嬉しかったな男泣きってやつですね。泣いたんすね。すげえ。いやだって黒田投手がまあメジャーリーグ14億円だ、うん、20億円近くのお前年俸で提示されてるのに帰ってきてさ広島に優勝させるって、ね、そうですよ。で去年はね惜しくもでしたけど、うん、今年も本当に宣言通り優勝させてもう男にたっぷり同級生ですよ、ね、あそうなんですね。恥ずかしいよ、ね、ラジオネームパッカーズ FM 鹿児島。僕が新幹線で広島駅に着いた時カープファンのおじいさんが上にユニフォームを着て下はパンツ一丁だったので駅員さんに捕まっていましたカープ男子はパンツ一丁で応援するの主流なんでしょうかカープ男子じゃないからカープ徘徊老人どこの街にもいますねこういう人、ね、いますよね。パンツ一丁ぐらいいいだろっていうおじさんいるからねしょうがないな。ラジオラッコフェスティバル昨夜カープが優勝した後ニコ生放送の公式で、広島市内の中継広島市民は全員で叫び踊り肩車をしてその世界観はまるでマッドマックスでしたそんな大敗的な街じゃないわあの水がジャーって流れてきて
ラジオネーム桃色クローババ、僕のおじいちゃんは広島の東城町に住んでいるのですが、歩いて5分のところに元中日監督谷繁さんの、実家兼記念館があります。おじさんと一緒に谷繁記念館に行った時は営業時間外であったにもかかわらずおじいちゃんが街で割と偉い人であることから特別に中に入れてもらった思い出あります。へ、ああそうなの、谷繁さん広島だったっけな、へ、島根県郷の川高校出身だったと思いますけどね、まあ、広島なのかもしれませんね。今日こんな広島優勝でおめでたい時だから更迭された谷繁さんみたいなちょっと暗いニュースあんまり交えないでください、ね、まあ、中日だからさ、まあ、まあそうですね、中日ですけどね、すいません、なんか福田君そのほら中日のさ、うん、カープって言ってないですよ、広島と私なんで、よかれと思ってね、広島カープと私じゃなくて広島と私なんで、広島にまつわるエピソードだったら、いやまあ中日監督、元中日監督だしさ、広くとまあ郷の川高校だからさ、福田広島県でもないし、ダメだよ、いやまあね、よかれと思って、赤だからね、カープは、青はほら真逆だから、いろんな広島の話ができればなと思ったんで、申し訳ないです、まあ気を取り直していきましょう。御社です、福田君御社しましょう。頭を抱えてますけど福島 FM、僕は高校の修学旅行で広島県の宮島に行きました、うん、修学旅行に合わせお気に入りのスニーカーを履いていきましたが宮島で鹿の糞まみれになりとても残念でした。しかしその残念な気持ちを吹き飛ばすぐらい食べ物が美味しく景色が綺麗で人も温かくて最高の旅でした、うん、ありがとう広島、頑張れ広島カープと、うん、嬉しいですね。いやまだまだクライマックスシリーズがありますからね、その中喜びはできないんですけども、それでも25年ぶりの優勝ね、ペナント制覇ですからね、まあ6球団の中で一番強かった、いや今年は12球団の中で一番強かったかもしれませんけどね、それだけは確かでございます。いやでも勢いはね、6番かな、ま、松山選手でした、松山さん、そうなんか救い上げるものすごい速いスイングのホームランすごかったですけどね、見てくれました、見ました見ました、松山選手ね、まあ、ちょっとメガネかけて、そうですそうです、ね、はい、いいですよ、ちょっと、ね、ちょっと太っててぽっちゃりしていかついのにメガネかけて、はいはいはい、インテリっぽくて、はい、うん、好きだね。いや僕別に自分に重ね合わせてないんですよ松山選手。自分がメガネかけてちょっと見てるか、救い上げのスイングスピードすごくてそれであれあとホームラン入るんだなって、ね、今年はもうちょっとホームラン打つかなと思ったけど、あ、まあ、ギリギリ10本ですかね、10本か11本ぐらいだと思いますけども、うん、まあね、松山選手も昨日はいい仕事したね本当にね、うん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 、田中ね、菊池、丸、これ3人あの同級生、27歳から28歳でね、3人とも同級生で、こんな1チームに3人同級生が1、2、3番で並ぶことないからね、そう確かにそう、バラバラになっちゃうからね、丸、うん、であと、まあ、サード守ってる阿部、この人もまあ同級生です、カープだからいかに若いチームかっていうことなんですよ、あ、なるほどね、丸って、丸さん、丸は丸です、ね、丸、丸、それも知らないの、ひょっとして、え、あれ、いる、おかしなやつがいる、田中菊丸です。はいはい、うん、田中丸、うん、真田丸じゃないぞ。ちょっとダメだな、これちょっと不穏だな、ちょっと、いや知ってます知ってます、ちょっと曲いってみよう、はい、知ってますよ、広島出身でカープファンといえばこの人、奥田民生で風は西から、虹は見えても渡らない。さあこの時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行のサンデーナイトカープ、東京半蔵門の、JFN スタジオから生放送です。はい、今月のアシスタント、アルコ&ピース平子とトップリーダーの新妻です。さあキングオブコントね、決勝に駒を進めました、タイムマシン3号にちょっと電話がつながるそうなので、ちょっとつなげてみましょう、うん、もしもし、あ、もしもーもしもし、はい、マシン3号、素敵です、あ、もしもし、あ、もしもし、あ、俺や、はい、俺や、すいません、どちら様でしょうか、ねえ、お前、はい、俺や、あ、すいません、どちら様でしょうか、亀田光輝や。え、亀田さん、おめでとう、あ、ありがとうございます、どうされました、いや、お前ら決勝やろ、そうですね、はい、残りました、おめでとう、ありがとうございます、うん、はい、気持ち聞かせて、はい、気持ち聞かせて、いや、もちろん、そうで
ですね、亀澤さんの世界線とは違いますけど、でもやっぱり、そりゃそうやろ、僕的な舞台に行けることは喜びです。うん、はい、嬉しい。はい、もう非常に嬉しいです。おい、誰や。タイマシン3号の関です。関太志です。関、はい、ズバリ聞くぞ。はい、嬉しい。はい、非常に嬉しいです。ニコニコしてます。最高やな。最高です。相方もるんか。あ、今、はい、います。おい、ちょっと買ってくれ。もしもし、お疲れ様です。え、もしもし。もしもし。もしもし。あ、タイムマシンさんがお山本です。お久しぶりです。わ、はい、かりますか。五木ひろしさんですかね。ありがとう、よくわかりました。うわー、お久しぶりです。どこだったの。わかんないよ。いやー、お久しぶり、嬉しいな。先日のお電話から随分ご無沙汰しておりますけど。そうですね、あれから1ヶ月ぐらいで、お盆にお墓参り行ったんですけれども、その後ちょっと横浜に行く時間がなくてですね、ちょっと行けないことをずっと頭の隅に申し訳ないなと思ってたんですよ。いい、今回でもまあ嬉しいお知らせがありましたんでね。いや、本当に嬉しかったですよ。似てる？ずっとやっぱり父親が僕亡くなってるんで。似てないと思う。父親が亡くなってるんですよね。はい。あの人は生きていてしまった。一木さん。あの人は生きていてしまった。一木さん。もう帰らない。ということでね。一木さん。あの。ええ。キングオブコントの話ですよね。キングオブコント、はい、はい、いや、すごく初めて決勝に行けて嬉しいなっていう気持ちで今相方とも喜び合ってましたし。嬉しいですね。はい、またもし優勝をねしたら、はい、ぜひ横浜に一度遊びに来てください。いいですか。はい、あの前回伊吹さんに、あの伊吹さん、ホテルの風呂小部屋、キングオブコントの話をしたいんですけれども、伊吹さん、はい、あの前回、私もね、昔は随分、はい、あのコントをやったもんですよ。あんまり聞いたことなかったですけども、やられてたんか。伊吹ちゃんとかね、桃江ちゃんとか。山本くん。はい、山本です。ちょっと意気込み聞かせてもらえますか。あ、意気込みですね。そうですね、初挑戦なんで、ちょっと後悔のないようにやりたいっていうのが一番ですよね。はい。ありがとうね。ありがとうございます。スレイナイツドリーマーライブオンエア。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Slay Night Dreamer.ね、ちょっとふざけてる場合じゃないんですよ。やっぱちょっといろいろ聞かないと、せっかく決勝まで行ったんですから。そのセリフですよ。聞いてくれよな、お前ら。もしもし？もしもし。誰？山本？山本です、引き続き。おー、なんかね、はいはい、ほらトップリード新妻がいるのよ、こっちは。あ、本当ですか。ちょっと残念だったんだけど。どうも、そうですね。おー、山本、ちょっと声かけてやってくれ。いや、新妻、はい、なんか受けたって話はすごく耳に入ってきてて、はい、すごく良かったと思うんだけれども。はあ、なんだ、おかしいだろお前ら。いや、関さんにね、はい、俺らあんまりだったけどトップリードすごい評判良かったよって話されたんですよ。ああ、変わりますか。はい、うん、はいはい。もしもし、水間。誰誰やお前。あれ誰や。水間はおい、はい、誰やお前。すいません、関です。あ、関か。おう、新妻つなぐわ。あ、すいません、あ、怖い。あ、もしもし、すいません、ごめんなさい。あ、ごめんごめん、ちょっと変わっちゃったみたいで。いやいや、申し訳ない。あのね、関さんね、うんうん、俺らあんまりだったなーって話してたでしょ。で、トップリードすごい受けてたなーっていう話をしてたでしょ。いや、正直、赤坂の街で。噂が届いてたから。うん。絶対あると思ったのよ。でも落ちたんだ、トップリードは。なんだと思う、原因は。もうズバリやっぱり、
過去2回の大会のワールドカップやっぱりそうだよな、もうそれ以外考えられない。いや俺もそう思うんだよ、言ってよじゃあそこで無理だよって、失敗だと思います。平君もちょっと一言やってくれ、責任、責任あれですか、エールを、エールはい、はい、お前決勝進出決まってから TBS でばったり会ったよね、俺ら別個でいてさ、そうですね、で攻略法教えてくださいよって言ったけどさ、はい、あの時すんげえ嫌な顔してたよお前らはなんで素直に応援できないんだよ我々でも仲間が決勝行ったっていうのに、はいはい、そうだね、関、はい、じゃあちょっと俺から、はい、俺ちょっとゲスト呼んでるから、はい、ちょっと予想してもらうな。 ありがとうございます、お願いします。はい、ふときかずこですあ、どうもお疲れ様です。あ、どう、なんかね、他人のようには思えないわ、 お互いちょっと太ってて。あ、いや本当に、いやでも私は綺麗ですし。すげえ笑ってるけど先生先生あのね、はい、ちょっとじゃあ、占ってみるわ。お誕生日いつ？僕8月5日です。8月5日、はい、病気になります。はい、そんなこのキングオブコントの占いではなくてですか？病気はなりそうな体型なんです僕。はい、何を占ってほしいの？なんかある？はい、ズバリそのキングオブコント決勝の順位ですとかアドバイス的なところ。はいはい、わかりました。はい、はい、血液型と星座教えてくれる？はい、獅子座の B 型です。はい、最下位ですかかりましたよ呪い。はい、頑張って、じゃあねかけましたね呪い、ざまね最下位ですないやよし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 、まあね、まあでも楽しみじゃないですか。そうですね、どうなるかね、どうなるのか、やっぱり毎年なんだかんだ言ってもまあ楽しいもんです、こうやって、ね、お祭りですからですね、はいはい、いいんじゃないでしょうか、ということで、さあじゃあまあ呪いも終わりましたしやっぱ呪いだった、やっぱ呪いじゃないですかニュースいっとく、いきますか、いかなくてもいい、ニュースいきましょう、コーナー行こうか、じゃあ、うん、はい、ニュースいく、ニュースいきましょうか、はい、じゃあニュース、じゃあ1週間のニュース有吉さんにスッキリさせてもらいましょう、はい、うん、はい、まずはこのニュースから。2018年大河ドラマはセゴドン。何のセゴドン？サンドリが何度も打ち切りに追いやってきた NHK の大河ドラマが2018年の作品を発表しました、うん、再来年は西郷隆盛を主人公にしたセゴドン、主演は未定だそうです。ちなみに2017年は女城主直虎、主人公の井伊直虎を柴咲コウさんが演じます。果たしてサンドリに勝つことはできるのでしょうか、ともう18年ももう決まってる、決まってるんですね、すごい、セゴドン、西郷ドンと書いてセゴドンですね。あの北朝鮮のミサイルはあれセゴドンだっけ？セボドンです。あれ？テボドン。テボドン。セボドン。どっち？いやいやセゴドンって言ってますね。セゴドン。セゴドンです。ああ。テボドンだ。テボドンじゃないね。テボドンじゃない。テボドンじゃない。西郷隆盛主人公にしたテボドンだ。何意味が分かんない。国も何にも分かんないですけど。ノドンでもないね。ノドンでもない。誰がやんだろうね。さっきもあれだったんだけど、あそうか、柴咲コウさんが、女城主直虎、はい、セゴドンは誰だろうな、ちょっと決まってまた未定になったんですよね。 なるほど、あれじゃないんだよね、だから、ね、武蔵丸さんとかじゃないんだね、セゴドンっぽさはね、石塚さんでもないんだろそっち重視じゃない石塚さんでもいいかもしれないですね。でも言ってもそういう雰囲気のね、うんうん、人っていうのはあるでしょうからね。そうだよね、ちょっとでもおおらか、ふくよかというか、前のがいいよね。の、はい、女城主直虎っていうの、これは何？何なの？井伊直虎さん？井伊直輔のあれですか？直虎、まあ、実在の人ですね。まあね、そうでしょうね。女城主直虎。なんかちょっと、大河ドラマっぽくない感じだよな。助手サソリみたいな感じだったな、まあ、エロシーンとかないでしょああなるほどね、はい、じゃあまあいいんじゃないですか、うん、なんか大河ドラマとか出たいな、出たいですね、出たいな、出たい、何が言いたい、あの歴史上の人物だったら誰が、ああちょっと考えさせてくださいよ、誰だろう、まあ早いよな、
龍馬早いな、いや早くはないよ。本当ですか？38だろもう。あ、じゃあいいですか？いいの龍馬。龍馬結構イメージ強いよ、いろんな人やってから。そっか、食われちゃうか。平賀源内とかどうですか？あいいな。平賀源内お前。僕平賀源内やりたい。平賀源内な。はい。僕あれ地図の人。地図井直輔。井直輔。井直輔は大老か。あれ？大老だね。地図の人は誰だっけあれ？井上忠敬。あ、そう、地図をね、こ日本のね、そうですか。ちょっと体大きすぎない？いや、いいよ、それはイメージ覆すっていうことだから。そんなひょろひょろのガリガリが日本の地図当時作れなかったよ。そうか。うん。で、俺、初回の放送でお前ら二人を殺す、浪人。え？初回で？お前ら二人を殺す、ただの浪人。初回で殺すの？普通に。大河の初回で？なんでですか？せっかく平賀源内になったのに。印象、インパクト強くする。いや、面白いですけど。こうね、あいつこんなこと言ってました、リターン。はい、そんなのやりたいんだね。意外だったね。伊能忠敬と平賀源内の。うん。あ、そう。リアス式海岸とかも全部当時調べたってことですよ。まあそうだけど、それでも結構、旅情編みたいなさ、なんか、緩くない？それわかるけど、厳しかった。大変な崖とかもあったと思いますよ、意外と。あんまりあれがないね、チャンバラシーンみたいなのは。やったと思いますよ。あるの？何シーンがやりたいですか、有吉さん。いや、それはだって、その大河ドラマだったら少しやっぱ欲しいじゃない。それもやっぱりね、絵作りとして、何が地図だみたいな反対派みたいなの来てね。平賀源内、なんか、他のどっか違うところでやってくれよ、勝手に。大河でやんなよ、それ。あんま見たことないから、合戦がないとね。ないとダメよ、やっぱりちょっと。戦いがなきゃダメです。女上司、直虎だからね。ああ。どうだろう？戦いあるんですか、直虎。あるでしょ、そりゃ。まあ、女上司、直虎で、お前。すみません。ちゃんとしろ、はい、あいつこんなこと言ってました。リターンズ、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していた、ことをチクってもらう企画です。ラジオのペケミニ、抗がん無知で抗がん大好きな矢口真理ちゃんが東京 MX のバラ色ダンディで坂口杏里ちゃんの AV デビューを受け、こんなこと言ってました。もうびっくりしましたよ、そこ行っちゃったかってちょっとショックでした。私が謹慎してた時は AV の方は全くなかったんで、まあでも何億積まれても私は AV には出ないって決めてますけどね。お前な、 AV みたいなシチュエーションでパコってたくせしてお高く止まってんじゃねえぞこの野郎。AV 業界だって今やな、国民的アイドル、スーパーボディのグラビアアイドルがデビューして群雄割拠してんのにな、今さら雑居ビルみたいな下半身事情の七夕野郎にな、何億も払うほど気前よくねえんだバカだね。マジでバカも浮気も休み休みしろ。俺が2000円払ってやるからよ。バイブより普通にポコチンが好きって歌いながらクローゼットで歌ってろデブ。すげえ、ね、デブではないからね。デブじゃないだろ。ラジオの起きてるし、アリエさん、配信開始から約2ヶ月経ったポケモン GO ですが、142種類のポケモンをコンプリートしたという自称有名人が宇治のように湧いて出てきましたので、ご報告します。レーザーラモン HG の妻でタレントファッションディレクターの住谷杏奈、ニックネームはハリハリオ、ネットアイドルのヒイラギリオ、現在の職業はアイドルプロデューサーで市中水明師、トリノオリンピック代表でタレントの成田ドーム。おい暇人、どんな芸能活動してるか知らないけどよ、レアポケモンゲットするよりな、お前らテレビで見つける方がよっぽど難しいわ。バカみたいに面して小賢しい肩書き並べやがって、歩きスマホでな、車に轢かれて脳みそ飛び出せ。すごいな、すごいことでしょ。ラジオネームペケミニ、有吉さん、占い師飯島ひろ子とかいうクソ女が世田谷警察署前の赤信号をチキチキマシーン猛レースこと中村獅童ちゃんのことを夕刊フジで勝手に占ってやがり、こんなことを言っていました。獅童さんは今後の運気の流れがとても良く、年を重ねれば重ねるほど運気が開けてくるので、将来的には人間国宝になれるほどの運気巡ってきます。今後楽しみですね。赤信号をフルスロットルで走り抜ける人間が F1 レーサーになれても人間国宝になれるわけねえだろタコ。転職サイトで見つかるお仕事じゃねえんだぞ。大体な、こんだけコンプライアンスだなんだ、うるせえこのご時世でな、当たるも八卦当たるのも八卦なんて都合のいいセリフがまかり通る世界で生きてる占い師風情がよ、運だの未来だの人様に偉そうに物申すこと自体が間違ってんだよ。所詮占い師なんざ楽して運をつかもうなんていう人間の弱い部分ついて銭ボケしてるアコギな
連中なんだからよ、お前らなんか全員シドちゃんの下げちねじきになって爆発的に運気下がっちまえバーカ。かっこいいな。かっこいい。したんだろうな。いや素晴らしい。だからラジオネームブルアザーフットオブスティーブ。アイリスさん、こちら葛飾亀有公園前派出所、通称こち亀のホームページにて、主人公である両津勘吉の野郎が連載終了及び200巻発売に関して、読者にこんなことを言ってやがりました。前人未到の連載40周年200巻へ、ご愛読ありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。待て、まだ終わりじゃないぞ。こういう時だけ、最近読んでないけど好きだったとか、もっと続いて欲しかったとか言いやがって。9月17日のジャンプ、こち亀40周年記念号、みんなで読んでくれ。読んでから言ってくれ。200巻も発売するから買ってくれ。そうだそうだ、さすがだ我らが亮さん。いつの時代も俺たちのヒーローはあんただけだぜ。過去を振り返れば、友達のために勝ち時場所を開いたり、同僚の父兄を怪我させた男を見たら警察手帳も役職も捨ててボコボコにしたり、まさに人情を絵に描いたような人柄。最強の抗体亮津 GPX で病気知らず、制服姿で賭博行為、タバコや酒を密造、近隣住民に睨まれただけで発砲、警察寮で海外のエロ番組をパラボラアンテナで受信、仲の悪い父兄に対しては全裸映像を送りつけ、寮にゴキブリを500匹投下、玲子に睡眠薬を飲ませ、こっそり体のサイズを計測し、リアルドール作成、うんこをかりんとうと間違えて食す、食べ物に関してはうまいと、もっとうまいしか感想がない、元祖ゴキブリ系男子は永久に不滅。ゲスナーの星亮さん、心よりお疲れ様でした。一旦ブレイクします。さあ、リオショキサンデーナイトカップ、あっという間に1時間経過ですね。その25年優勝を待ち望んだ身としては1時間あっという間です。うるせえな。しましたね、今。すごいいい顔しましたね。なるほど、いろいろと来ております。ラジオネーム梵天 FMC が、有吉さん、西郷隆盛役は、西村健太大先生がいいと思います。オイランとのエロシーン大爆笑もんだと思います。まあ、雰囲気ありそうだけどな。言いますけどね。まあ、大問題は、まあ、西村さんがあんまり現場に来ないっていうところ多分我慢しきれないと思いますけど。ラジオネーム猫耳亭でんぷん FM 香川、亀田光輝さんに質問です。好きなカープの選手誰ですか。和田や、和田。ラジオネームメガネかけき FMC が、もしもし亀田さん、一つだけ質問いいでしょうか。風俗には週何回通ってんですか。好きにや。コーナーじゃないですか、もうね。ラジオネーム拓よしろう、改め拓よしむら、どっちでもいい。拓よしむら FM 長野、太木先生、キングオブコントにおけるライスの順位を教えてください。これはズバリね、ナイス。何が分かるんですか。何が分かるんですか。何が分かるんですか。生年月日もないし、血液型もない。そこちゃんとしてるんですよね。はい、さあ、ということで、もうね、一部の地域の方はこの時間でお別れなんでございますけどね、また、まあ、1時間でお別れするのも寂しいからね、いつもいつも時間が延びればいいなと、願ってる。カープの優勝と、このラジオをフルで聞いてもらえることをいつも祈っておりました。はい、カープの優勝は叶いました。はい、はい、というわけで、お相手有吉と、あれはこのビジラボと得意の新妻でした。この後も聞ける方お願いします。2016年9月11日日曜日、時刻は夜9時を回りました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今夜のアシスタントはアルコ&ピース平子と、トップリーダーの新妻でございます。さあ、カープ優勝にね、湧くこの、はい、JFN スタジオでございますけども、うん、なんと、うん、このおめでたいね、うん、カープ優勝ムードの放送、うん、広島はネットしてないって。これは何ですかね。大変なことですね。いやいや、あの1時間何だったんだろうっていう。どこに届いて、はしゃぎすぎました、すいません。広島の人に届けと思っていたんですが、ちょっとそれいけカープもフルコーラスで歌わせてもらいまして、まさか広島の人が聞いてると。いや、びっくりしましたね。お恥ずかしい。
タケの人が俯瞰で聞いてただけです。すいませんすいません、ちょっとまあそんな日もあっていいんじゃないかな。さあね、だからキングオブコントの話題もまあやってるんだけど、はい、まあそのトップリードのねが、まあ、会場で1受けぐらいだったと言ってもいいぐらいね、まあ、相当、会場で受けたらしいんだけど、はいはい、残念ながら決勝進出はならずということなんですけど、はい、まあ、そういうことはお笑いの審査の中ではよくあることなんだけどね、客受けと審査またちょっといろいろ違ったりとか、はいはい、いろんなタイミングがありますんで、はい、難しかったんですけども、相当でも受けたんですから面白いネタだったんだろうと、ずっと貯めて貯めて、なるべく他でやらないようにしたので、ということなんで、ね、はい、ちょっとだから平子もさ、はい、やっぱり今回ちょっと2回戦で残念な結果だったから、まあ、準々決勝ですね、はい、まあ、はい、なんで準々決勝って言い直すの。いいように準々決勝です、そうですね。2回戦らしいですけどね。まあな、はい、ちょっと残念だったから、はい、ちょっとやっぱ俺もやっぱりちょっとそういう、はい、まあ、狙ってるっちゃ狙ってるしな、狙ってる、お笑い吸収したいし、いろんなことを、あ、なるほどね、やっぱりちょっとやってみよう、あ、そのトップリードが準決勝でやったネタを3人で、あ、なるほどね、トップリードがやったネタを3人でちょっとやってみようなな。何なの、あのタイトル、まあ、娘さんを僕にくださいっていう、娘さんを僕にくださいな、はい、大丈夫か、僕が娘さんを僕にくださいっていうとこから始まるんで、はいはい、はい、うん、分かった、大丈夫ですか、和田さんいないとあれ、大体分かった、それこれ相当面白かったんだろう、でも相当受けた、いや、もう1受けだと思ってます、うんうん、じゃあちょっと今回じゃあ特別に新妻がリーダーでやるか、じゃあやってみるか、うん、いけます、うん、え、見たことあります、ないけど僕はないです、やってみよう、はい、相当面白いはずですから、うん、ラジオコント娘さんを僕にください、すいません、お父さん娘さんを僕にください、お前みたいな奴に娘をくれてやるわけにはいかないんだよ、お父さん、お前は黙ってろ。本当に娘さんのこと愛してますし、ぜひ結婚させていただき、いい子じゃない。お前は黙ってろ、結婚はな、愛だけじゃないんだよ、愛よ、お前、あなた、本当に愛だけじゃない、それは分かってます、嫌いなとこも見て、いろんなところを見て娘さんと結婚を決めたんです。だいたい君にね、娘を養うほどの生活力があるってのか。生活力はありません。えー、え、あれ、お母さん、え、ないの。いや、ないと言ってもあれです、まあ月食べていけるぐらいのお金は稼げてます。そんな裕福な生活はできないかもしれませんが、結婚生活というのはな、食べるだけじゃないんだよ、これから子供もできれば生活費だってどんどん膨らんでいく、そして歌う、え、お前 Don't feel with the rain、 お母さん、 I'm feel with the rain、 いいか、ミキコはお父さん、俺たち夫婦の夢なんだよ、小さい頃から体は頑丈じゃなかったけど、歌が邪魔だ、たった一人の一人娘で、二人で大事に大事に育ててきた娘なんだよ、お父さんもうやめて、お前、あなた、何なんですかそれ、二人どこが本人や、あなた、歌ったのか、これお母さんなんか出てこないんですよ、我々のコント、お父さんとこの青年のやり取りで面白くなってくる、お母さん出てこないんですよ、いや、面白いネタって何人でやっても面白くなるからな、いや、そうですね、余計だから二人だけじゃなくプラス一人が余計膨らみが出てたんじゃない、それで、うん、それでこれでこれなら二人だったらもうちょっとつまんなかったんじゃないのかな、そうだよな、はい、やっぱりあんな嘘だろお前、ふかし入れてんな、いやいやいや、だからだって全然面白くなかったし今の、うん、あなたたち次第でしょ、お前、あなた、あの二人何なんすか、あの二人で見合うくだり、あれなんなんすか、ワンセーンだよね、選曲もおかしくない、ちょっと小さく音鳴ってて BGM に変わってな、あれ決勝戦も DVD になるんで、あんまりだから音楽使うのあんまり多分いいかもしれないですよ、だそこもあんまり考えてなかったんじゃないの、使ってないよ音楽俺そんな前のリーンでレレレなんか歌ってないよ俺は、そんなネタやってないでしょ、うん、そう、ちょっと筋じゃ教えてよ、じゃあ大体の筋、うんうん、でお父さんは僕にくださいって言って時間が戻るんですよ、うん、指を鳴らす、あらすじ教えてよ、うん、指を鳴らして、で何回も娘さんを僕にくださいっていうのをやり直すっていうネタなんです、ああ SF 中、今日のお祝いでそういう、いや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 い
あ、ジョイ、あ、ジョイ、あ、ジョイ。あ、ちょっと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 、このチャンネル、はい、メッセージはホームページにあるメールフォームから送ってください。www ダメだ、これ壊れてるや。どこが面白い。アントダシがすぐにやりやってたぞ。Slay Night Dreamer Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage.www.jfn.jp/dreamer さあ、いろいろメール来ております。ラジオネームミスタータタン FM 宮崎。おい、ニズマ、なんだこの爆笑コント、3人の息がぴったりじゃねえか。これで決勝行けなかったなんて、やっぱり2年連続最下位が多い引いてるな。全然違うんだね。ただ大丈夫、走り込む福島 FM。お三人が、お三人様のコントとても感動しました。僕もラジオの前で思わず歌っちゃいました。やっぱりトップリードのネタだけあって最高ですね。これは来年も期待しちゃうな。いいのかな、やっぱ客受けは。だから全然違うんですよ、内容が。全然違うんですよ。ん？キル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 のやつも違うし。古いし、キュルキュルだな。有吉さんが昔の歌とか歌ったの、俺がなんか1時間前みたいな、ちょっと薄かったな。そこいい反省だ、反省は。どうすかな、キュルキュルって全然違うんですよ。その1時間前にこの、め、あの、うん、メールフォームの、うん、呼び込みをするっていうのは、有吉さんその前に、もっと古い、うん、あの、ジョイとか歌ってたのに、そこ、声の出たのに後から後半が薄くなっちゃった。まあでもそこはもう俺はあれのつもりだから、10回ぐらいやるつもりだから。いいよ別にそんな入って、うん、それ最初ちょっと振っといてさ。あ、また後半で。あ、振りでやらせてもらえれば。はい、ちょっと考えます、すいません、うん、はい、いやいや反省がいいのよ、全然ネタ違うんだ。どこでももうやらないよこんなネタ。やるわけない。それお前ちゃんと自分の中で反省して、あの、噛み砕いとかないと次受けないぞ、キングオブコントで。いやいや、それはやってる、これちょっとやってるから。それは今逃げようとしてたじゃないか、現実から。いや、キル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 でしょキル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 のネタでしょ。明日月わらなんで一回当てましょうよ。やらないよ、はい、月わらで。月わらでキルキルキルのネタやんのよ。5時いや、来てくれたらありがたいですけど、本当にやるんだったらやるけど、本当にやるんだったらね、やるけど。今日のメールテーマはね、広島カープ25年ぶりリーグ優勝ということ で、ね、広島と私、はい、ラジオネーム和製ベルガ FM 三重、有吉さん、そして広島東洋カープの皆さん、25年ぶり7度目のセリーグ優勝おめでとうございます。今日のテーマですが、カープが前回優勝した25年前、1991年は広島が誇る自動車メーカーであるマツダが日本車として初めてのルマン24時間耐久レースで総合優勝を果たし、カープとマツダという広島の年でしたね。自分もその時の優勝車両のミニカーをコレクションしています。これでも不思議なもんで、このまたマツダの車もね、今デザインがすごく良くなって人気がぐっと上がってきているっていうのと、また広島カープのこの優勝とね、まあ重なるんですよ。いい時はいいことが重なるもんでね。いや、嬉しいですよね。だから本当に、いや、嬉しいな。何百億ですよね、その広島だけでも経済効果がね。経済効果なんか300億とか言われてたんですよね。前回の楽天の優勝が200億円って言われて、そこからプラス100億円ぐらい多いっていう。やっぱ貯めて貯めてドーンっていうのはね。本当そうだね。25年間よく頑張ったと思うよ、本当に。一回も優勝しないよ。それも結構シーズン最初の方でダメになっちゃうんだから。6月ぐらいで。イメージはそうですよ、ね。なんか弱いっていうイメージありますよね。そうでしょ、うん。25年前の最後の優勝の前なんて、もう広島なんて B クラス入りすることなんてなかったんだから。毎年3位以内には必ず入ってて、あんだけ強かったらなんで25年も優勝できなくなっちゃうかなっていうね。ファミスタとかでも絶対取んなかったですもんね。俺はまあ、未だにファミスタとかでもさ、広島使うもんね。ファミスタもその分めちゃめちゃうまいからさ、広島でも強引に優勝させてやったもん。でも説得力ないんだよね、自分で使ってても。自分が優勝するわけないよなっていう。だから今年の、だから2016年、だから2017年に発売されるファミスタなり、うん、パワープロなりは絶対に買っとかないといけないんですよ。めちゃくちゃ今年のカープだから。
足は上げるわ。そう、それを25年間また楽しまなきゃいけない。もっと早く優勝するわ。そうそうですよね。何か劇的に変わったんですか、その。いや、やっぱりね、いや、徐々にやっぱり強くなってきてたんですよ。だからクライマックスシリーズ出たりとか、徐々に徐々に力つけてきたところに、やっぱり若手の選手が多いから、ぐっとやっぱり伸びたんですよね。はぁ、黒田さんがっていうところもね。そう、黒田と新井がね、ベテラン2人がぐっと締めてくれて、黒田と新井が抱き合って泣いてるとき、俺ぐっと来た。尾形監督も胴上げされながら涙こらえきれずにね。ああね、そうでしたね。いや、俺もちょっと久々に泣いたな、あれ。あテレビで。テレビでちょっと。久々に泣いたな、あれ、こんなもんなんだと思ったね、涙って。久々に泣いたから。あ、なるほど、この目がこうやって熱くなるのかっていう。どんだけ泣いてないんですか。ロボットみたいな。わ、わ、な、な、なにっていう。わ、なんか出たみたいな。生まれて初めてぐらいの。それぐらいグッときましたよね。それも優勝決定の時にやっぱ涙。優勝決定の時はね、もうちょっと口あんぐりって感じで、ああついに本当なんだな、クライマックス頑張んなきゃなって思いがあって、うん、だから胴上げですよね、やっぱ胴上げしてる時、うん、やっぱ黒田さんと新井さんが抱き合ってる時にぐっと込み上げてきたよね、うん、涙久しぶりにって言ったんだけど、はい、まあ、実はオリンピックでいっぱい泣いてんだけどね。ちょっと泣き上手よね、さっきおじさんだから。確かにオリンピックは泣けますね。泣けました。パラリンピックも柔道強い、ね、あ、柔道すごい、すごいね、面白いね、ね、あそこね、肩組んでからなんかアブダビコンバットみたいな、ね、そうそうそう、雰囲気があって、ね、アブダビコンバット懐かしい ねあれだって、あの大外刈りとかもう相手の体の感覚でね、うん、そうそう、予測するんだもんね、やっぱ柔道家だよね、やっぱ体のバランスでこう分かるんだ、動きでね、うん、そうそうそう、ご夫婦でね出てるんですもんね、あ、アブダビコンバットでね、いやいや、柔道です、アラブのね、アラブのね、アラブの王様の前で御前試合をする。何、寝技だけの格闘技、寝技だけの格闘技を、あのサウジアラビアだっけな、そう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 、あっちの方の王様の前で試合するんだよ、うん、日本人で聞くたさないとかな、そうですよね、寝技のプロフェッショナルたちがちゃんとそういう寝技が大好きな王様がいるんだよ、俺の前で大会をやってる、その王様の前で試合して勝ったらめちゃめちゃいい車もらえたりとか、お金もらえたりとか、今だけあんだよそんな王様、すごいよ、アブダビコンバット、アブダビコンバット、次のちょっとキングオブコント、それにしてみたい、タイトルダビコンバット、若さんどうするやんの、アブダビコンバット、アブダビコンバット、まずそれ説明しなきゃダメでしょ、アブダビコンバット、こんなに有吉さん、それわかる、はい、誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるわからないで判定していきます。ラジオネームエモペ、広瀬すずちゃんに、はい、飴あげると灰色の飴をもらい口に放り込む俺だったが、おい何この飴超まずいんだけど、食べられたもんじゃない、恐る恐る手に飴を吐き出してみると、それは飴ではなくダンゴムシ。俺はちょっとすずちゃんひどすぎだよと文句を言う。広瀬すずちゃんはごめんなさい嫌だったよねと俺ではなくダンゴムシに謝ること。これはたまらず、ちょっとこっちこっちと広瀬すずちゃんの肩に手を乗せると、広瀬すずちゃんに虫触った手で触んじゃねえよと俺のこと無知で叩いてもらいたい。面白いな、無知で叩いてもらいたいなんて終わらせない。ラジオにもアライグマ、全米オープンのセンターコートで仁王立ちしている俺のチンコめがけて、錦織圭、ワウリンカ、ジョコビッチ、モンフィスの全米オープンベスト4の進出者たちにスマッシュを打ってもらい、その4人の誰のスマッシュが一番気持ちいいか受け比べしたい。せめて女子でやる。男子ね、強い方がいいんだよ。なるほどね。いや、俺もゴッドタンカなんかで、パンツ一丁で女の子たちにボール金玉につけてもらうっていうのを夢のような企画やってもらったけど、めちゃめちゃ痛かったな。痛いんですやっぱり自分の、やっぱあの棒の方に当たるとまだ、うん、あっ、うん、ってなんだけどさ、うん、あ、たまに当たると、そうですよね、本番中でやっぱり喜ぶ演技してたから、やっぱりめちゃめちゃ痛いけど笑ってないといけないしっていう、あれ不思議な気持ちよさだったね。気持ちよかったんかい。ラジオネーム夜嫌いの夜行、
島崎和歌子さんに高い位置からうんこ座りしていただき、爆笑されながら豪快にしょんべんをされて、それを顔面で全て受け止めるというオールスターしょんべん感謝祭、今年こそどうか今年こそ一般枠で参加したい。ねえ、スタンドアップ。ラジオネーム、ビワランチョにあり、宝石店で警備員のバイトをしていたら、ガラスがパリンと割れた音がしたので慌てて現場に向かうと、そこにいたのはレオタード姿のリカコ、リリコ、ジュジュのおばさんキャッツアイ。俺はちょっとおばさん困るな、ガラス割っちゃって、ああもうちょっとこれさすがに警察呼ばないとな、と言うと、タレ乳のリカ子が髪をかき上げ、左斜め45度の角度からクソ笑いを浮かべ、ムキムキのリリ子がつまらない変顔をしながら目標のポーズを取り、顔も体型も平べったいジュジュが悩ましく甘い声で、坊や良い子だねんねしなと歌い、足をくねらせ指招きしながら近づいてくるので、俺は冷静に110番通報し、警備会社から臨時ボーナスもらいたい。興奮してないじゃないかな。いじめられ方聞いてんだぞ。怒ってますよ。ラジオネーム、エモペ。ラグビー部の俺は練習の合間に水を飲もうと夜間をつかむと、有村架純ちゃんがちょっと待ってと言ってきたので、俺は待てない待てない、いただきますと頭から水をかぶると、有村架純ちゃんがそれ水じゃなくて灯油よと慌て出す。俺は急いでシャワー室に行こうとするも、タバコを吸っていたカゴちゃんとぶつかってしまい、その瞬間全てがスローモーションになり、俺は壮大なアメージンググレイスの BGM に負けないぐらい大きな声で、なんていいなとゆっくり叫びたい。もういいだろカゴちゃんのスペシャル感がある、いつまで言ってる出演者。ラジオネーム、金玉工場長。スカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしているとスカパーが見たくなった俺は中華鍋を屋根にセッティングしていると、通りすがりの卓球伊藤美誠ちゃんが、おじさん何してんのと話しかけてきた。こんな屋根につけるとよ、卓球の世界選手、これな屋根につけるとよ、卓球の世界選手権が見れるんだよと言うと、すごい私も見たいというので、うるせえガキは突っ込んだろと言って追い返した。セッティングも終わり、家に入ってテレビをつけてみると、1チャンネルだけアニメのチャンネルを受信できた。その時放送していたのは、おいしんぼのチャーハンの話の神回、炎の主人。これを見て感化されて俺は屋根の中華鍋を取り外し、来る日も来る日もチャーハンを作り続け、いつか炎の主人になり、ふわふわパラッパラのチャーハンを伊藤美誠ちゃんに食わせたい。何のつながりもないね、こいつら。滑っていきなりすぎて、もう狂気だな、ひどいな、ちょっと何の候補もないよ。わかるって最近言ってないだろ。以上、Stay Night Dreamer Live on Air。さあ、東京半蔵の JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトカープ。今夜のメールテーマは、広島カープが25年ぶりにリーグ優勝を果たしたということで、広島と私でございます。はい、はい、いろいろ来ておりますね。はい、なんか今来ましたよ。あ、ラジオネームいちご、有吉さん、広島在住です。リディコで、そうか、ラジコプレミアね、ラジコプレミアで番組聞いてますよと、フルコーラス最高です。さすがに広島のメディアでもフルコーラスはやっていません。嬉しいね、よかったですね、よかった、届いてましたね。そうだ、ラジコプレミアムとか聞いてくれてる人いるんだ、忘れてた忘れてた、ありがとうありがとう、本当にありがとうありがとうありがとうな。ラジオのギンギンしてんじゃねえよ、呼ぶ長野。僕とカープの思い出、名古屋ドームに広島戦を見に行った時に、カープ魂と刺繍が入ったマントのようなものをつけたババアに、応援グッズのメガホンで何もしてないのにどけと怒鳴られたことです。これは失礼、失礼いたしました、これは失礼いたしました、不愉快の思いを代わりに謝る。何とぞ今日ね、ちょっとまあ、あの25年分の優勝ということの恩赦許していただければ。
ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。有吉さん、今年はファミスタ30周年の年だそうです。これはますますファミスタの最新作買わなくてはいけないのではないでしょうか。いやだからファミスタも買わなきゃいけないし、そのパワープロも買わなきゃいけない、全部野球ゲーム全部買っとかないといけないよ。死ぬまでそれで楽しむから。いや優勝更新されない限りはね。なるほどね。優勝した年の選手でずっとやるっていうのは。なるほどね。はい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 。設定も強いでしょうしね。絶対。だから私はまだ未だに北別府とかね、昔の。まだ今日は先発北別府です。そういうこともできるんですね。それこそね、黒田さんだってね、うん、そうなんです。もうね、結構ベテランですから。今までの野球ゲームって黒田はすごい能力が高いんだけど、後の選手があんまり能力が低い。黒田一本でさ、やってたから辛かったんだよ。ぜいぜい肌でね、息して、もうぜい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 言ってんのに、ね、いや黒田は関東型だからねっつってずっと酷使するっていうフォークが全然落ちなくなってどうかな。ラジオね、満腹ていなり、僕はベイスターズファンなんですが、今年のカープは、今回のカープの優勝は同じぐらい弱かったチームだったのですごく嬉しい。ただなんだか弱かった友達に真っ先に入試合格されたような複雑な心境。また来年から弱くなってくれることを願ってますっていう。ベイスターズも21年とか、そんなんでしたよね。結構大変でしたから、大魔神の時に優勝ですからね。でも今年も DeNA 結構強いよ、頑張ってるからね、3位とかだから、ね、そうなんですね。ここはダーリーハニーの吉川さんが一生懸命、ね、そうだな、あそこはそうだ、うん、福島だと誰を応援するんだ、どこを応援するんだ、あんまり野球興味ないんだよね、そもそも僕はだ東北つながりだとね、まあ、楽天でしょうけどね、うん、でもやっぱ巨人ファン多いですね、まあそうか、南東北の方は、そうだね、そうだな、はい、自分は関東だって思いもちょっとありますし、ね、そうか、そう、南東北だと、うん、北海道だ、お前もあんま知らなそうだな、お前スポーツ、僕も出てきてファイターズになったんで、そうか、あんまりもうジャイアンツですね、やっぱり北海道の皆さんはちょっとそうだと思いますけどね、あんまり、そうか、そりゃそうだよな、ジャイアンツだよな、全国網羅してるのは、うちの父もジャイアンツ見てましたね。あ、そう、はい、すいません、なんか心理しちゃったところ、いやでもいいよ、今年からカープ男子だから、僕らが、うん、そんなカープ男子吉川晃司さんでジェラシーを微笑みに変えて、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、東京ハンズオブ JFN スタジオから有吉弘行とアルコ&ピース平子とトップリーダー新妻がお送りしております。続いてサム・スミス、グラミー賞受賞、サム・スミスの名曲に乗せてスピーチしてもらっています。ラジオネームグドンナグドン、犬クソ太郎、小学生の時下校途中に犬の糞を踏んだ俺が踏んだ俺に友人たちがつけたニックネームだ。腐れヘチマ、中学生の時握力が25しかなかった俺に対して部活の先輩がつけたあだ名だ。ゴキブリ、高校生の時休み時間のたびにクラスの端っこでライトノベルを読んでいた俺のことをみんなが陰で読んでいた名前だ。ゴミムシ、ネトゲにハマって大学受験に失敗して以降母親が俺のことを故障する際に使う名だ。カス、なんとか入ったバイト先で同僚や上司が俺を呼ぶ際に浴びせてきた罵声だ。いくつもの名前で呼ばれてきた俺だが、いつしか他人と会話をすることもなくなって、俺のことを呼ぶ人もいなくなり、俺は名前を失った。でもつい先日俺にまた新しい名前ができたんだ。おい痴漢だ、早くしろ、325番。おっ、もう時間見てだな。さて、一仕事してきますか。素敵ですよ。番号で呼ばれるのかな。いや、でもね、まあまあまあ、まあ、あるでしょうね。いや、でもこれもでもさ、ホリエモンさんが入所してた時もそうだったけどさ、はいはいはい、この前もなんか手紙でもらったんだけどさ、うん、刑務所から、聞いてますってたまに言ってくれる人がいてさ、はいはいはい。もうすごいな、面白いな。刑務所でこのラジオ聞いてるとどの気分なんだろうな。本当ですよね。それ笑ってくれてるって言うんだから、でも嬉しいよな。嬉しいですね。
シャバは自由だなって。だよ。ねえ。ってだな。だから、慰問とかでね、芸人が行くと、何やっても受けると、感動感受けるって言いますもんね。演歌の人なんて行くとみんな涙止まんないから、やっぱだからそういうやっぱ娯楽が少ないから、そんな中、このラジオで、下ネタで興奮してくれてるといいけどな。いやいや、でも、いや、いるんじゃないですか。広瀬すずちゃんに何個も殺されたとかさ。そうそうそう。言葉尻だけでね。興奮するかな。イマジネーションで持っていくんじゃないですか。笑いはあると思いますけど、興奮はしないんじゃないですか。それそれって思うんじゃないですか。うん、ラジオネーム、美は乱調にあり。ラストワンプレイ。キャプテンは満身創痍の俺たちにこう告げた。負けて失うものはない。トライ狙って歴史変えよう。俺たちはスクラムを組んだ。オールブラックスには試合前に見せた勇敢なウォークライの面影はなく、明らかに焦っていた。約80分前、誰が想像しただろうか、我々チェリーボーイズがオールブラックスをここまで追い詰めることを。俺はかの壮絶な合宿中、ヘッドコーチのエディに言われた言葉を思い出していた。童貞、ホケ、無職でもズル向けやりちん外国人を倒せることを見せつけろ。立っているだけでも精一杯の足にひがみという名の力がみなぎった。モールで相手を押し込むと、こぼれた楕円球をサイドに展開した。巡り巡ってボールは俺に回ってきた。スペースは目の前に空いてる。飛び込め。俺は無心で走った。その刹那、スタンドにいた上から推定86、62、88の深田恭子似の女が目に飛び込んできた。ボールは手からこぼれ落ち、ノーサイドの笛が鳴り響いた。誰も俺を責めなかった。みんな俺に何が起こったか分かったからだ。深田恭子似の女はオールブラックスのレプリカを着た外人と付き合っていた。雨そぼ降る秩父の宮、俺たちは泣きながら半立ちしていく。素敵です。いや、美は乱調にありか。畠山選手かなと思ったよ。畠山選手がネタ送ってきたのかなと思った。実はでな。臨場感ありますよ、でも。うん、いやー、畠山さん、まさにでもチェリーボーイズのメンバーだから。あげとく。おお、ありがとうございます。作。ラジオネーム、エモペイ。俺の母親は苦労人だ。女で一つで俺をここまで育ててくれた。そんな母親を少しでも元気づけるために、俺はコンビニのレジへおにぎりを持っていく。ピー。外国人アルバイターがレジの操作を間違えたらしい。すいません、店長呼んできます。どうやら何度やってもおにぎりのバーコードが反応しなかったみたいだ。俺は、あ、もういいからおにぎり返して。すると店長らしきおっさんがやってきて、困った顔をしながら俺にこう尋ねる。こちらのおにぎりは、お客様が作ったものですよね。俺は我慢できずに声を荒げた。俺じゃない、お母さんが作ってくれたんだ。早く値段つけて買い取れよ。油性マジックにすればよかった。大手製のバーコードはにじんできた。焦る俺、めんどくさそうな表情を浮かべる店長、とにかく謝る外国人アルバイター。そんな俺の日常の一コマ。お母さん、今日も俺は元気にやってるよ。お母さんのおにぎりプライスレス。怖かった。怖かった。怖かったです。なんか毎週怖いな最近。すごい。いやー、どうしよう。あ、面白かったな。エンジェル上げとくか。うわー、ありがとうございます。以上、サム・スミスでした。続いてダヨナー。最後にダヨナーがついてれば何でも大丈夫です。スッと三ちょ。毎日涼みに行くフードコートに無職っぽいやつがいるんだけど、おそらく向こうも俺のこと無職って思ってるんだよな。フードコートのね、独特のね、昼間とか結構ビール飲んでたりさ、うんうん、してるとさ、はいはいはい、
そんな親父がやっぱいるじゃん、うん、いますね。向こうは明らかにも定年退職してんのよ。おい、なんかちょっと恥ずかしくないんだけどな。ちょっとまあいや、まあね、いい気分っちゃいい気分なんだけどね、ちょっと恥ずかしいよね。ラジオネームキャンキャン。おしゃれなトイレって大体チンコ丸見えなんだよな。あ、ね、分かる。そう、隣から。結構おしゃれっぽい店でさ、浅い、浅くてな、うんね、うん、チンコ丸見えないな、おしゃれな店のくせに。ね、あ、まさか下に下びっちょびちょになっちゃった。女子トイレはでもそんな変わらない。そうでしょうね。な、うん、確か誰も言ってないあるあるっぽいな、これ。すごい。面白いね、今のな。いいよ、たまにあげとくか、こっちからも。あ、おめでとうございます。ラジオの時忍者室。ふと思ったんだけど、俺、ジップ見てる時も、ヒルナンデス見てる時も、ビール飲んでるんだよな。さっきの感じだけどな。いや、ずーっと飲んでんじゃねえか。朝からずーっとだ、お前。大丈夫、腹減りがち。夏が終わっちゃうとセミが食べれなくなっちゃうんだよな。ヒロさん本当食べたって言うけど、最近の若い人あんま食わないみたいな。ないですよ。ラジオネーム腹減りがち。お、連続か。多分血毛がすごいんだけど、鏡で確認する勇気ないんだよな。なるほどな。これはまあでも女性もちょっと思春期になると鏡で見たりな、気になるからって言うよね。男も俺もケツの穴何回か見たことあるな。あ、絶対に背徳感のある格好しないと見れないようにできてるんですよね。それがもうな。それがもうなんかもうグッと硬くなっちゃ う簡単に見れないようにできてるんですよね。俺やっぱ背徳感あるポーズすると俺もグンッとなっちゃうから。グン、グンとなっちゃう。一旦ブレイク。スネイナイトドリーマーライブオンエア。有吉最高、俺は応援しとるぜ。有吉最高、有吉こそ神。私加山も認める有吉。え、本当に最高、有吉すごい、最高だぜ。ナチンペ最高です。桜吹雪の海よ、海よ、海よ、その大きな愛でサライのように海包み、クシンマル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 、クシンサイ。俺の銀玉に喋るぞ、今から聞いてろ。イエーイ。こんにちは。スネイナイトドリーマー。いい加減にしてほしいや、ほんとに。面白い。何回聞いても面白いですね。そういえばさっきの吉川晃司さんのジェラシーを微笑みに変えてさ、吉川晃司が強すぎなかったの。どうじゃん。かっこよかったです。久しぶりに聞くとやっぱり強いですよね。ほぼ解読できなかったの。面白いな、吉川晃司さんのな。さあ、ヒップホッパー。リスナーのライムにフリースタイルで対応してます。平子新妻がね、やってくださります。はい。お願いします。じゃあ私平子からいきます、はい。ラジオネームビワランチョウにあり。有吉フォロワー600万人、これは千葉県の人口に相当。有吉イコール森田健作、早起き剣道クソ野郎。有吉フォロワー600万人、これはパラグアイの人口に相当。有吉のアナルの締まり具合、だらしないくだらない ED おちんあい。ちなみに世界で一番多い KT ペリーは9000万人。 KT めちゃめちゃ歌うまい、有吉めちゃめちゃ口臭い。いつも口臭いって終わっちゃうよ。さらば涙というもん。うん。まあ。あえてね、待つなよ。森田健作やっただけだから。ああ。ああじゃないんだよ。何を体をちょっと揺らして待ってんだ、俺の。What's up? 俺の What's up, man? What's up じゃないよ。ニーズマ行け、俺。行きますね。ラジオネーム、学ぶ。有吉チンコにイボで来て、イボを取ったら産んで臭い。有吉親知らず出てきて、歯が産んで口臭い。
有吉アナルに極太マッキー突っ込んで、アナルガバガバアナル臭い、臭い臭いぜ有吉臭い、これじゃ風俗まともに行けない、臭い臭いぜ有吉臭い、風俗上にモテるわけない、臭い臭いぜ有吉臭い、包茎よりも有吉臭い。 Hey yo yo、 これもう完全にいじめだな。これもう完全に俺自殺したってしょうがないんだよ。いやまあいじめっちゅうか、こんだけ必要に臭い臭いって反論の余地もない、弁解もさせてくれないし、フリースタイルなんでね、ちょっとあれ、いやフリースタイルのフリースタイルダンジョンだっけ、はいはいはい、うん、あれでこんな歌詞聞いたことない。そんな臭い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 、陰をね踏んでんじゃないですか、陰、まあ、を踏んで、本当、陰踏んでる臭い臭い、聞いてるだモテるわけない、有吉臭い、臭い全部陰踏んでます、うん、なんかでもこの前全然ちょっと違うんだけど、はい、ベルちゃんってわかる？ヒゲガールのベルちゃんっていう、オータプロになるけど今ね。ベルちゃんがおちんちん取る手術、性転換手術してさ、はいはいはい、女性、あの男性器取って女性器を作るっていう手術したんだって。さあさ、女性器作りたてだとさ、うんうんうん、閉じちゃうの。やっぱほら、ピアスの穴とかみたいに。だからさ、ずっと、その、まあ、男性器 に似せたものかなんかわかんない、うん、器具があって、うん、線みたいな。線みたいな。うんうん、それをね、ちょっとずつちっちゃいのからだんだん大きくしていって入れとかなきゃいけない、それが結構痛いんだって、ベルちゃん言うには、はいはい、そうしないとほら閉じていっちゃうから、うんうん、普通性行為もできないから、うんうん、ちょっとずつ、まあ、いわゆるバイブみたいなものだと思うんだけど、それ入れていって痛いんだよって言ってたからさ、俺さ、あれみたいなもんだろうっつって、俺がよく使ってるアナルパールみたいなもんだろうっつって、ちっちゃいアナルから大きいアナルにやっていくとき、なんか痛いけどちょっと気持ちいいもんなったら、うん、よくわかるね。気持ちわかったよね。女性器を作った人の気持ちがわかる。あれの、勇気を出せば出すほど痛いけどっていう。ごめんごめん、ちょっと話がそれました。それすげえそれ方したわ、はい、何アナルパールって、いやこ、はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ、またこいつか、おい、どうしておじさんは目が死んでるの、それは地獄を見てきたからだよ、どうしておじさんは余白が多いの、それはただのブスだからだよ、どうして女装で興奮するの、それは性犯罪者予備軍だからだよ、どうしてアナルみたいな顔なの、それはもちろん有吉だからだよ、有吉は汚いアナルだ、アナルがペチャクチャ喋ってら、喋る言葉はうんこのようだ、ズル向けアナルの顔まんじゅうさ、アナルに爆弾入れてコッパみじんになってな、よっアナル、お前らアナル好きだな、おい、ああどんなアナルしてんだお前ら、ああ聞かせろお前、ひらこ、どんなアナルしてんだお前、僕のアナルはあは耳かっぽじってよく聞け、ああああ俺のアナルはまだまだまっさら、何も書かれてないカンバスの要素、お前のような小汚いアナルとわけが違うんだ、いいか、道端に死んでるモグラの死体をよく見てみな、有吉お前もいつかアナル、いや、クソの出し入ればっかりしやがってよ、ああ、クソ出してるだけかお前のアナルは、役立たずのアナルだな、おい。よいよいよいよ。ニーズマかましてやりな。いや、お前のアナルよりは全然いいぜ。俺のアナルの方が綺麗。お前汚い。俺のアナルいい匂い。お前のアナル臭い。絶対俺のアナルに勝るものはないし。アナルいい匂いするのはな、そういう職業の女だけだ、バカ。いえ。そういう職業。ちょっとアナルよ、アナル麻痺させる薬塗り薬塗ってな。それと共にな、うん、ちょっといい香りのオイルみたいなの塗ってるからな。薬なんか塗らなくても、俺の。風俗嬢の人は、そういう匂いがするときあるけどな、うん、普通の男も女もな、アナルっていうのは臭いもんだよ。上のアナルから喋んな、せめて下のアナルで喋ってみろ。いや、いや、いや、雄弁なアナルだ。おい、俺のな、うん、上のアナルはな、クソ出し入れしてる。ラップどうしたのよ、ラップ。さあ、有吉の木サンデーナイトカットということでね、2時間お送りいたしましたけども、一瞬忘れちゃう、一回忘れるんだよな、最初のね、ソレイキカープ歌ったのがピークだったような感じです。でもう自分で、ね、役目終えたなみたいなところが力こもってましたからね。
ラジオネーム、ドスコイパンダ、FMA。おい、平子、はい。福島県民ならな、草野球チームの X ユナイテッド応援しろ。郡山野球連盟会長杯を3連覇したことだった。面白い。ごめん、勉強不足でした。すいません。いいんだよ、こんなもん。なんだっけ、何落としたんだっけ、かな。もう終わりなんだっけ。もう終わりですよ。あ、誰にあげようかな、メールは。なんか面白いのあったの。もう面白いのいっぱいあったけど、まあ、パンの中からサム・スミスってやっぱ面白いですよ、ね。サム・スミスだな、毎回よく面白いんだけど、ね、たまにはこんなダイオナーからもあげようか。いいあるある、新しいあるあるだったから。ラジオのキャンキャンさんですかね。おしゃれなトイレ、おしゃれなトイレって大体チンコ丸見えなんだよ。この人あげとこうかね。じゃあこの人に童貞セットあげときます、ね。あなたたちの童貞臭を消す、消臭剤とかね。そういうのおめでとうございます。はい。ということで、まあ、キングオブコントの決勝、決勝ですね。は10月2日ですからね。大マシン3号とライス。いや、ライス喜んでる。その2組じゃないですよ。これは行くんだっけ。いや行かないです。もう行かなくていいのか。もう、はい、もう初先輩方の審査。そうかそうか、初日の審査なんで。そうだな、はい、あとはもうじゃあお客さんだけ。はい、はい、そうですか。なるほどなるほど。あとはなんかじゃあもうないのか、年末に向けて。 M1 か。 M1 です。 M1 まだでも1回戦が本当始まる、始まってるぐらいなんで、はい、我々も出ました。結構長いんでね。あ、はい、そうか。いつだ、あれは。あれは年末か。年末ですね。じゃあまあそれに向けてちょっとまた頑張ってもらっていると、はい、太田でもね、いろいろ出てると思うんで、うん、はい、お楽しみに。だってやっぱりリスナーもやっぱり頑張ってほしいって思ってんのよ。はい、本当ですか。本当よ。だって出てくれなきゃやっぱりちょっと話にならないんだから、うん。まあそうですね。出たかったな。出て恥かくのが一番悪いんだから俺が。そうですよね。ホクホクした顔で、ね。そうそうそう。そこでやっぱ応援の電話もしたいしさ。ね、顔面蒼白になる本番もね。ね、楽しいんでしょうね。はい、さあ野球もでもまだまだちょっとね、セパ、はい、まだまだ試合がありますので、うん、盛り上がっていくと思います、はい、しつつということで、キングオブコントも注目、うん、はい、あとはちょっとタイムマシンどうだ、お前らの予想では。まあ、ネタはね、うん、そんなに大滑りってことはないかもしれないですけど、うん、その後のダウンタウンさんとの絡みとかは心配ですね、やっぱりね。余計な心配しなくていいんだから。まあでもまあ実力的にはまあまあね、うん、みんなできますから、はい、楽しみでございます、うんうん、そうですね、楽しみだな。ということでカープ優勝の余韻私一人で持ってます。お相手有吉弘行とアルコ&ピース平子と飛田新妻でした。また来週。